ホーム、鈴木町駅は、神奈川県川崎市川崎区鈴木町にある、京浜急行電鉄大支線の駅である。駅番号は KK、KK22。京急川崎寄りにあった味の素への引き込み線、臨時出口臨時改札口相対式ホーム2面2線を有する地上駅。京急川崎方に、構内踏切がある。一番線側の改札口は、平日朝のみ。 利用可能な臨時出口である。2010年3月31日より、終日駅、配一駅になった。滝の尾、トイレ、スロープ設置済み。2019年度の1日平均乗降人員は1万1229人で、ある。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下記の通り。京急大支線の連続立体交差事業が1993年に、 都市計画決定され、1994年に事業認可されて、当駅を含む区間は南側に移設する形で、地下化する予定として、事業が行われてきた。しかし、当駅を含む2期区間については、すぐに事業化できる状況ではないとして、事業期間の延長申請を見送り、2016年3月29日付で、事業は休止となった。その後、 2017年10月27日に行われた平成29年度第1回川崎市公共事業評価審査委員会にて審議した結果、中止することが決まった。鈴木町駅は味のもと川崎事業所の出入り口前に位置する。鈴木町の名は味のもとの創業者鈴木三郎介に由来している。2000年以降、工場跡地を利用した複合商業施設の建設が 相次いだ。2011年四月現在、当駅周辺は、多摩川リバーサイド地区の都市整備事業は、現在も進行中である。港町駅よりあや東側から、川崎大守駅にかけた、国道北側の一帯は、国道四百九号の拡幅工事が行われている。当駅周辺に、首都高速神奈川六号川崎線を延伸し、富士見出入口を設ける計画があるが、 着工時期は未定である。最寄り停留所は国道409号線上にある味の素前となる。以下の路線が乗り入れ、川崎鶴見臨港バスにより運行されている。味の素の前身である鈴木商店の創設者、鈴木三郎介にちなむ、味の素前駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。